Buenos días。おはようございます。スペイン・バルセロナ在住ピラティス講師のりこ、シングルマザー。さあ、今日は朝のルーティンになりますよ。のりこさん、まだベッドの中ですやすやと寝ております。そう、これはやらせです。寝ているうちからビデオを回すなどありえません。アラームがなかなか鳴らず、これはセットし忘れたか、出るべきかどうか今迷っております。あ、鳴りました。わざとらしく起き上がってきます。伸びをしております。ちなみに伸びピラティスの伸びは、体が伸びる、命が伸びるからです。さあ、やらせはここまで、ここから先はすべてノンフィクションになります。起きたらまずシャワーへ直行です。50間近のこの顔、どうかお許しください。寝起きの素顔が可愛いよなんていうのは遠い過去の話です。この家バスタブが大きくて助かっています。さあ、シャワー浴びました。ちょっと目が覚めてきましたね。近眼なので使い捨てのコンタクトレンズをまずしていきます。20年前に安かったからという理由でトルコにレーシックの両目の手術をしに行っております。この人ちょっと狂ってますね。インターネットで予約して20年前ですよ。はい、ガチャ目なので右に入れるんだけど、いつも間違えるの。これ本当は左のやつを今右に入れちゃったから見えない状態なので、これわざとじゃなくて本当にいつも間違えるの。なので、はい、外して入れ直します。反対に入れてください。これは左のでしたね。左右を間違えるならまだしも、一回はですね、前の日にこれを取り忘れたまま次の日にもう一個してダブル二重にしてしまったという。でもそしたらめちゃくちゃ遠くが見えるようになって、なんだか知らないけど一日ですごく目が見えるようになったと喜んでいたんですね。でもそしたらその途端近くが全く見えなくなって、一日でなぜか近眼が治り、ものすごい老眼になったと思って焦ってメガネ屋さんに老眼鏡を買いに行ったんですね。その日は気づかず一日中編集作業は老眼鏡をしてやりました。夜外した時にコンタクトがやたら分厚くて、そこで二重だったということに気がつきます。これはスペインのオーガニック化粧水。これね、拭き取り化粧水だからあんまり保湿ないんだけど、スペインって保湿目的の化粧水がないの。修練線の、カラー、お化粧とかを通ったりするタイプしかなくて、で仕方ないのでこれをつけてます。それから次につけるのが、ニベアと私のお気に入りのこのミラクルオイルって、この手を添えて見せるっていうのは、なんか皆さんがやってるからやってるんですけど、これ何の意味があるんでしょうか。はい、でこのオイルとですね、ニベアを混ぜるんです。手のひらでニベアをたっぷり取って、オイルを、そうですね、4滴ぐらい垂らします。このオイルはちなみにミラクルオイルって言って、ベースはオリーブオイルです。でそれをこうやって混ぜるとね、すごいニベアがこう伸びが良くなるのよ。こうやってたっぷりつけて軽くマッサージします。なんでちょっとねベタベタするんだけど、この分厚くのせたニベアをしばらくのせといて、であとで最終的にティッシュで少し余分な油分を拭き取ります。手になじませて髪の毛にもちょっとつけます。こうすることで広がりを抑えることができて、あと私すごく癖っ気なんですけど、癖をね生かしてくるくるにした時もこれをつけて自然乾燥。で今日は、ストレートにしていきたいと思います。大きなねウェーブだから、その日の気分によって結構自在に変えられるんですね。こちらは日本で買った髪を溶かすだけでまっすぐになるアイロンブラシ。私のクセっ気人生を大きく変えました。そろそろニベアがたっぷり染み込んだので少し拭き取っていきます。スペインの日差しは非常に強く、美白はもう諦めておりますが、しみしみババアにならないためにこの薬局で買ったアウェンヌの日焼け止めをつけていきましょう。これだけで終わる時も多いんですが、撮影をしたり海に出ることがある時はこの RMK のファンデーションも塗ってプロテクトします。これは私がずっと使っているお気に入りのリキッドファンデーション。
少しね暗めの色を選ぶのが若く見えるポイント。これつけてる感が全然なくて、やっぱ白っぽくなるとね年取って見えるんですよ。だからちょっと小麦色っていうか、まあなじませてあんまりいっぱいつけない薄めを伸ばすんですね。でそうするとすごい素肌感が高いというか、でツヤも出るし、でムラがなくなってなかなかおすすめです。はい、でこれもまたティッシュで落とします。つけてる意味ないじゃんって感じなんだけど、このティッシュで落としたぐらいでちょうどいい感じかな。眉毛が薄いのが悩みです。眉入れ墨したい。はい、これも日本の松木屋で買った資生堂のやつかな、なんかこの昔からあるやつ、これお気に入りです。眉毛ができて少し人間っぽくなったところで、今度は目尻にラインを入れていきます。このリキッドのアイライナーで目尻だけにちょんちょんって入れるのが私流です。これはお湯でもさっと落ちるタイプのやつ。この300円ぐらいの安いチークは何年も使ってるけど全然なくなりません。すごく高いチークってあるけど、どういうところが違うんだろう。アイシャドウはディオールのものを使っています。もう5年ぐらい使ってるから箱は壊れちゃったんだけど、でも中のシャドウの部分は全然壊れなくて、私が基本使うのはこの真ん中の部分を目の際にちょんちょんちょんってのせるだけ。だからあんまりまぶたの上の方にはつけません。でもこうするとちょっと目がねキラッとするの。着替えたら朝のストレッチをしていきます。お水を飲んで、そしてアロマを少し炊きます。朝つけるのはだいたいローズマリーとかペパーミントとか、ちょっとシャキッと気分が上がる目が覚めるようなもの、爽やかなものを使っています。この無印白のアロマポットはすごい優秀で10年ぐらい使ってるのに全然壊れません。私がいつもやっている朝ピラティスやストレッチの動画リンクは詳細欄に載せておきますね。そしたら自家製昆布茶を飲むんです。昆布茶ってみんな昆布のお茶じゃないよ。別名紅茶キノコとも呼ばれていて、紅茶を発酵させたものなんです。ちょっとシュワシュワっとした爽やかなお酢っぽいドリンク、発酵ドリンクなので腸にとってもいいんです。このコーナーは私の発酵コーナーになってます。これがねまずその昆布茶、中にねクラゲみたいなのがあって、これが紅茶を発酵させてくれる菌。グロテスクでちょっと怖いんだけど味は美味しいの。この隣はぬか漬けちゃん、ちょっとカメラの位置悪くて見えなかったね。そして、ヨーグルトを作っています。あとは塩麹、そして醤油麹も作っています。それ以外にねお味噌も作ったんだけど、とっても美味しかったです。味噌、さあこの後子供の学校に持っていこうおやつを作りますが、ここでまたハプニング。この続きはどうぞサブチャンネルの方でご覧ください。サブチャンネルは私のバルセロナの生活を綴っています。もしよかったら応援してください。それでは後半で会いましょう。